花粉注意報出てます。ちょうどよかった。伝えておこうと思ってな。ゆうすけ、北川ゆうすけ。まだらめが弁護士と相談していた。わあ。どうやら本気で告訴するつもりらしい。計画を急いだ方がいいかもしれないな。今日パレスに行かないか。悪いね。パレスは何があるかわからん。そうなのだ。こちらも万全で望むべきというわけか。そう、休日に行きたいんでね。こう冷静な奴がそばにいると心強い。お、よかったよかった。頼りにしているぞ。他の奴らせかしてくるかな。え、いいのか。いいんです、いいんです。急がば回れ、側が、あ、はい。そういえば知ってる？芸術界のマエストロ。あれだけハイセンスのアーティスト、日本じゃ珍しい。あ、シナスタジア、わからん、カタカナばっかやな。日本で言うの、共感覚。知らねえわ。音を色として感じたり、味に形を感じたり、共に共有する心と感覚という意味の、シナスタジア、イスタジア、きっとそうや。この2つを合わせてできたのが、シナスタジア、ミスターサークルはしてねえわ。念のため確認をしなした。うわ、ログが使えなくなってる。いやだが、問題なしだ。お前も聞き逃してんのかよ。そう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 。共に、感覚、勝った、勝利のシナスタジア。え、マジ共感覚。いいぞ。これだ。危ねえ。共感覚の人も記憶。ごめんなさいね、共感覚です。共感覚です。音楽家のリストはオーケストラに紫の音を出すように。へえ、詩人ランボー。ええ、ランボーって詩人だったの。マジか。シルベスタ・スタローンって詩人だったんだな。ちょっといいかも。やろう。共感覚なので君たちの感情も見えてます。ハートに見えます。ハートに音や文字に色を感じ、え、色を見て味や数字に形を感じる。天才と凡人、そもそも違う。なるほど。でもまだらめが見てる。うん、あいつお金ばっかやな。ある意味共感覚、全部金色だから。アフタースクール、個展が終わるまで。はいはい。13日。待てよ、これあるか。1,2,3,4,5。ああ、28に行って29で奪えばいいかな。そうだな、今週が勝負だな。となると、オッケーオッケー。お、なんか新しい情報話してるかな。明るいニュースがない。春らしく、スーパー村間さん。ああ、そこね。俺の近くじゃないか。春の果物バスケット。へえ、持ってるくね。なんだろう俺。ああ、チャット来てんな、どうせ。あれ、マルキかよ。行ってやってもいいな。よ、ちょっと目にくるよね。花粉症の子結構多い。大丈夫です、花粉バリアが張ってます。あ、待てよ。そっか。なんだっけ、古文館だっけ。古文館のペルソナなんかあったかな。よし、行くか。あー、蹴るだー。お前がその壁を持ってるとガツンと鍛えてやんないとな。どういうキャラ、鍛冶屋、鍛冶屋キャラ。こいつもしかして。古文館のペルソナいないぞ。ちょっと待てよ、いろいろペルソナ作って調べようかな。あ、ちょっとエンジェル、その角度いいね。こいつちょっと気持ち悪いな。やだこいつ。あんたの体健やかにしてやるよ。さあ共に見ようぜこの不思議な世界。なんだこいつ、嬉しいね。目が好き、目が嫌いだけど、好きと嫌いが同時に。あ、古文館じゃんこいつ。気づかず作ったわ。よしよし、いいじゃん。ここに来てからスクールカウンセラーとしていろんな生徒からの相談を受けるんだけど、実は少しだけ安心してるんだ。もっとダメだと思ってた。鴨沢先生の事件のこと、事件に関係している子も少なくないって聞いたから、不安を抱えている生徒たちも多いと思った。けど実際にみんなと接してみたら驚いたよ。寄せられる悩みのほとんどは受験のことだったり恋愛のことだったり、学生らしい悩みや相談がほとんどで、深刻なものはそれほど多くなかった。あの事件で負った傷が癒えてない生徒も確かにいるけど、僕のところに来てくれる生徒を見る限りは大事に至らなそうで、先生のおかげかも。
ほんと、俺持ち上げんの上手ってよく言われます。大したことはできてないけど、少しでも力になれてるなら光栄。頼りにならないかもしれないけどさ、何か困ったこと、ああ、困ってると、まだらめをちょっとどうにかしてもらう。告訴されるかもしれないですけど、一応カウンセラーとカウンセラーって立場だから、話くらいは聞いて、告訴されそうなんですね。なんて言ってそばから君太郎、え？はいはい。やば、忘れることもできる。取引だから。研究の手伝いって言ってもそんなに難しいことじゃないから安心して。ただ僕のする話を聞いてもらって一緒に考えてみてほしい。あのね。そうだな。まずはその研究についてちゃんと話し、僕が今考えているのは精神、心を感じる痛み。具体的に言うと、ひどい言葉を投げられたり、大切な存在との別れだったりするのを感じる苦しさ、トラウマとかストレスみたいなもの。ほうほう。概念だ。身体の痛みであれば、怪我や病気の症状として必要なものだと考えることができる。でも、心の痛みって何なんだろう。別に体の調子が悪いことで苦痛を感じているわけじゃないのに。心っていうのは、こんな風にまだ解明されてないことがたくさんある。どういう時に心の痛み、告訴されると言われた時ですね。告訴されると言われた時、一番心に痛みを感じて、なんなら今も、嘘をついた時、ほう、ついた側か、面白い、裏切られた時、さてさあさあ、嘘ついた時も確かにだけど、この3つで言うと殴られた時が殴られた時は違うな、こう裏切られた時じゃないかな。なるほど、信頼が一気に痛みに変わるなんて悲しいこと。心に痛みを感じるのってやっぱり辛く苦しいもの。例えば失恋の痛み。こうやって人を好きになる気持ちがあるからこそ生まれる。ほうほう、必要な痛みない方がいい、新しい恋の始まり。ない方がいいは違う気がするな。何何なんだこれ、お絵かき心理テストみたいな。俺心理テストされてる、どうしよう。あんまりそもそもしたことないしな。あんまりそんな多い経験でもないし、よくわからぬ。いやでもね、友人が一人失恋して、頭抱えてジョーカーみたいに変貌したやつがいるから、ない方がいいのかもしれない。いやでも、あ、でもそいつもね、前を進んでいるという現状も存在するから、新しい恋の始まり、まあ必要な痛みなのでは、新しい恋の始まり、必要な痛み、え？これ同じじゃない？必要な痛みであり、新しい恋の始まりだもんな。なんだこれ？殺すぞ。いや、急に、こいつ、あんまカウンセラー向いてない。言葉が強いこいつ。どうしようかな。どうしよう。必要な痛みだ。確かに、相手を思っていた証でもあるからね。あぶねえ。一つ、汚い言葉遣いが挟んだけど、多分バレてない。心の痛みは辛いものだけど、それだけじゃない、何かがある。もちろんそれも正しい。僕としては避けられるならどんな痛みもない方がいい。心の傷は実際には目に見えなくて、ある意味では身体の傷より複雑。そんな心が負ってしまう痛みに苦しんでいる人を助けるために僕の研究がある。気にするな、まあまあ気にするな、仲だろ、俺たちの仲だろ。筆乗りそう。お前筆に乗るん？ハリーポッターみたいな？影ゾーンだってよ。戦闘開始時に主人公にチャージャーとコンセントレート。うお、よし、強くね？得ることがあるか。ああ、なるほど。でもめっちゃ強いじゃん。ありがとう。おや、おい、メンタルトレーニング。腕を組む。おいおい、どうなってんだよ。僕の研究に研究してくれる。どうしろ。よし。コストパフォーマンスが良すぎる。じゃがりこもらったわ。また、ね、嬉しい。俺、じゃがりこ大好きなんだよな。じゃ、世界三大美味しいものの一つ。じゃがりこ、柿の種、寿司。今大丈夫じゃないよ。玄関前入らせてくれ。こっちは今日のカウンセリングが終わって一息ついたところ。今のうちに改めてさっきの俺ちゃんと働いてるんだな。失礼極まりねえな。どうしよう。お疲れ。改めて
これから研究？あ、お疲れ様がよかったな。君にも研究君にも協力してもらってるし、これからますます忙しくなる。なんか二次の感じがあったら研究に見えるな。改めて協力してくれて研究するよ。これから頼ることも多くなると思うけど、力を貸してくれると嬉しい。うわ、もう音符が出なかった時の玄関前での会話の無意味さ半端ないな。ああ、帰ったか。帰ったぜ。牛丼屋で声かけておっさん。はあはあ、あ、そっか、もう条件満たしたか。やじやじ、違った。スーツの若者が目にとどまる、近年の不景気を受け、企業は採用、人気の企業には応募が殺到。へえ、本当だな。お礼もしないといけないじゃん、そろ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 ではないが。駅前広場。おほん、美の探求には俗物から離れることが。似てる。上どういうことが、無理してる。地味な大学生、無理してるね。無理してるね。頑張れ、応援してる。おっさん、聞いていただけませんか。興味があるよ、君のような若い世代。そうだ、君が良ければ。私はこの国の現状を変えたい。ただ申し訳ないが、取り決めで。お、そうなん。君が良ければ。大丈夫か、このおっさん。さっきの会話の記憶を忘れてない？手伝いたいです。囚人学園の桜陽君か。吉田虎之助？虎さん？虎さんでいいんですか？足掛け20年、7回連続落選中の身。半端ないな。よし。しくったかもしれん。しくったかもしれん。皆さん。今は昔より世の中の流動性がはるかに高くなった。常識なんてなくなり、今何でも自分で決めろという選べる時代。その流れに乗って自己中心的な生きる人間、弱者をこき使う手腕を誇る者さえいるでいいのかな。ですが、もうでかいでかい、めってっかめってっか。ですが、私は選べる時代だからこそ誰かのために行動することが大事。自分さえ良ければ他人を踏みつけてもいい。若者は摂取される時代、搾取かな。そんな考えが運びる、はびこる世の中は変えなければならない。綺麗事言ってって、どちよりだ、自分とも精一杯。クソ目の前で悪口言うやん、悪口不満言うやん。鼻詰まったわ。鼻詰まった。若い男性、いいこと言ってるけど、知らない人だし、知らない人だし。俺ら搾取されるだけ。無所属の政治家もどきは何言ってんだが。政治なんて自由共栄と、政党や公園だけで決めつけず、任せた他人事にせず。一発屋。え、そうなの、トラさん。エンタの神様出てるかもしれん。ありがとう。アンチ多いね。誰かのため。よかった。これでも演説には多少心得があるつもりだ。とはいえ、今日みたいに絡めることもたまにあってね。他人を気にする前に自分が当選しろ、最もの意見。その通りではあるけど、支持するよ。ありがとう。まあ、あの手のヤジは気にしないでくれ。慣れてる。ほうほう、強いね。いや、慣れてる。慣れちゃいけない。はあ、コツコツと。すごいな。また頼むよ。軽い男じゃねえ。一回で上がらん。